お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね 2.6 ホグですね、使っていきたいなと思います。でも僕がまあ26なんか使う皆さんイメージないと思うんですけど、結構うまいですよ。はい、まあ、26使いの方からすると、いや俺の方がうまくねってなっちゃう可能性も多分あるんですけど、そこはちょっとね、まあ、許してくださいというわけで、マルチやろうと思うんですけど、大砲12なのがちょっと嫌ですね。そう、まあでもあんま関係なさそうなので26ねやっていこうかなと思います。で今日なぜ26なのってところなんですけど、こうもうすぐねコクラロアリーグイーストのシーズン2がね始まるんですけども、まあそれにあたって毎日こうみんなでね集まって 2v2 とか、まあ 1v1 とかいろいろねやったりするんですけど、待って初手からミラーは嫌じゃん。ちょっと待って、そう集まってこう、まあ、練習という形でやってるんですけども、まあ、それにあたってヤキちゃんがね、焼き鳥、同じチームメートのね、焼き鳥っていうやつがいるんですけども、その子がね家が遠いんですよ、まあ、出社まで言っちゃえば。そうなので出社するのが、まあ、ちょっと手間というか、手間だから家までわざわざ帰るのが手間ってところで、あ待って、最悪、下手で笑ったって言われそう。このマスク彼のウッドで、この、いい、アイスピで止めて、いい、スケ、たたたたたたた、勝ちまーす、ここから、はい。そう、っていうので、まあ、うちにね、止めてあげてるんですよ。まあ、若干、かな、集まるまでの距離が、まあ、短くなる。交通時間がやっぱ、ちょっとなくなるっていうのは、すごいね、まあ、楽になるんですよ。朝早く起きなくて済むし、こう、帰るのもちょっと遠くないので、まあ、楽っていうところで、よし、今回の相手クエイクでしたね。永遠マスケで盛れば勝てますね。さあ、というわけで。そう、まあそういうところでね、同棲生活がまあ始まってるんですよ、今。だから、ゆきちゃんがさっきね、いや、2.6 取ればいいじゃんって。今日何取ろうって話したら、26取ってよってちょっと言われたんで、26にします。で、これ、いや、もうね、はい。相性がめっちゃいいですね、これ。多分。相手施設がないので、毎回ホグがやっぱほぼ確実にね、5打てば通るっていうところで、あとはもうイモれば勝ちですね。相手はクエイクなので僕のね、まあ、マスケも消えないよと言ったところで、永遠マスケでやっていきたいですね。永遠マスケ。で、3発当たってから、スケで、よいしょ、クエイクでね、消えちゃうので。で、アイゴロホグして、で、ウッドでいっか。ウッドで一発押し込んで、延命したいんですけど、なかなか延命という形ができない。さあ、マスケ、大砲で、よいしょ。よいしょ。さあ、からの、ホグをね、つなげたい。5打ちたいですね、なんなら。これ、暇になるな。よいしょ。よいしょ。はい。はい。で、クエイクでしょ。はい、いやめっちゃいいけどミニペド美味しくいかれちゃう。あーよいしょ。さあさあさあ、ちょっとねいつもより静かになっちゃいますね。こう使い慣れてるわけではないのでめちゃくちゃね、まあだけどホグファイブマジで決めたいですね、僕としては。いやチキー、いやめっちゃ痛い方じゃないこれで。からの起きた、あ待って、あめっちゃいい、あお前もめっちゃいい、ウッドで、うーんウッドでやばい、うい一発。さあさあ、まあ、一回スケで止めて、大砲がいやちょっとうまいぞ、ウッドでよいしょ耐えます。まあ誰もが僕が負けると思ってると思うんですけども、僕はもうね勝てると思ってます、正直。はい、来たからのホグウッドだ。ファイブが打ちたいんですけどファイブ間に合わないんでね。ウッドで、ういからので、ウッド咲いたのでアイスピ追加からの、いいえ、ちょっと待って、めっちゃいい。いやーでもいいやこれだな。でまあ気持ちね、マスケでクエイク甘えたら当たんない。相手のなんかマスケの位置いやらしいっすね、さっきから。これもう5打っちゃえばいいんだ、こうやって。そしたらもうミニペがうんどっこいしょ。いややっぱ相性いいですねこれ、グッドゲームというところで、ちょっともう一回ね、
あの相手がスタンプをしてきた数だけ僕もグッドゲーム行こうかとかちゃんとね挨拶していきたいと思います。26年今シーズン親衛隊がどうなんだろうね。なんか高回転でマスケットもあるので親衛隊対応できるのかなとも思うんですけど、親衛隊にディガーとかあったらなんかマスケとかねこうディガーで処理されたりとかしてなんか親衛隊が止まんないみたいなこともありそうですよね。大砲とマスケだけだと親衛隊こうランバーバルーンとか最近あるんですけど、まあ止まんない説は結構ありますよね。さあであれをマスケで射抜くかどうかなんですけど、まあ射抜きますかね。でアイスピで警戒してスケで延命してあげて、タル裂いたのでこのホグが相手からしたらきついんじゃないか。おお、ナイトギャングコカちゃんか。待って待って、コカツ、あーこれ大砲で耐えます。相手だけ気持ちまだ分かんないっていうところで、あ、これウッドでよかったかな。あれこれ使ったら次の迫撃がまあ刺さんない感じがするんですけど、まあまあまあ学びながらね、はい、学びつつやってきた。迫撃ギャングナイト何なんだろう。さあマスケ読みで、ここをマスケ読みしてきたらすごいですね。あー、やりますね。で延命してあげて対応使っちゃう。よいしょ、危ねえ。でギャングか、あ、これは美味しいですね。でなんならこの後ね相手ギャングしかいないのでアイゴレホグウッドですね。これアイゴレホグで迫撃もないのでウッドで、おお、回る。いい防衛をされますな。回っちゃったか。いや回んないと思ったんですけどね。まあまあそういうこともねありますよと。でこの吹きは強します。でアイスピー気持ち削りやっとこう。でスケで受ける、いい試合ですよ。いい試合、なんかこうやっぱ普段ねずっと使ってるデッキじゃないのでめっちゃうまいわけではないと思うんですけど、こうちょっとね学びながらできるっていうのが楽しいですね。これまたこれアイスピーで止めちゃいます。でなんならこのタイミングでスペルとか来たら美味しいなぐらいで来た。あー、ファイブ、あー、ミスった。普通にギャング防衛してくると思ったんですけどね。でウッド削りやっていいかな。大砲にあれに使えるんで、あれにね、あれにあれを使えるんですよ。語彙力がちょっとよいしょ。でまあ迫撃受けからの一回をつきますか。まあ防衛迫撃をされると通んないんですけど、相手もディガーがないので多分僕の攻撃通んないと思うんですよ。これもうファイブ削りしちゃう。おぶねー、反応が若い。ナイス。でスケバレ来る。ここに置いとけば相手もあれっすよね、この迫撃とか起きにくいっていう。あれ全然下手くそだな。ちょっと待って待って待って、あれよいしょ。吹き矢が厄介。吹き矢がアイスピで、うい、耐える。めっちゃいい試合してる。でナイトが来る。ファイブあったな。ファイブ嫌ですねマジ。ホグいつ飛ばしますかね。でもあれっすよね、絶対この迫撃裂いた時に攻めたいっすもんね僕は。迫撃回んないです。でもめっちゃ静かになってる。今日の動画集中してる。来た。で一発も入んない。延命する。吹き矢来る。タラババ来る。スケアイスピスケ来た。で来た。これは迫撃置けない。いやファイブで壊す。でなんならウッドもしたい。ウッドが、いやウッドいいぞ、いいぞ、いいウッディ。戦いますからもう大砲で落とす。ファイブ削り、削り対決ですねマジ。いやむずい。もうファイブ削りスペル削りタイムですね。相手もファイブが飛んでくるな。回転で全てをゴリ押す。よし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 、スペル削り
いや、スペル削りむずいっすよね。26使いみんなやりますけど。あ、ホグ入る。さあ、ファイボでグッドゲーム。ふぅ、今日のね、動画大変ですよ。これいつもだったら、あー、これね、ここはこうですね、とか、ここはこう、有能で受けて、とか、まあ、使い慣れてるんで、こう、当たり前かのようにできるんですけど、ちょっと学び動画いいっすね。なんか生放送しながら、こう、なんか一緒にね、視聴者の方とこのデッキちょっと今日は学びましょうとか、今のタイミングのホグいいよねとか、あそこでホグ飛ばせたらもっとよかったんじゃないですかみたいな会話とかをしつつ、みんなでちょっとね高め合いたいですね。はい。ちょっと熱い男になっちゃった。汗かいてきた。熱っ。さっき風呂入ったばっかなんですよね、マジで。そう、よろしく。さてなわけで、今回はダークプリですね。いや、なんかホグ使ってると一発しか入らんのかってなりますけど、こう一発でかいですね、使ってると。あ、このうぶうぶ、いや、いい、なんならアイゴルで誘導して、で相手ファイブ打ったな、ホグ飛ばしてえな。ダークプリ3白エグとかですかね、ワンチャン。まあ、ホグ飛ばしちゃいます。結構コスト使ったよな。ハンティング？ああ、そうですね。ダックプリ。これ、ウッドアイスピですね。で、ロイホグにファイブ防衛してもいい気がするな。ああ、来たので、一回ね、アイスピで受けて。いや、いい。いい、打って。いや、ウッド強えな、マジで。でも、短くなったっすね。で、これはハンターが回ってない。ダックプリがあるので、アイゴレマスキーしたところで結局ダックプリ当てられると思うので、まあ、ウッド系かもしれない。ああ、そうですね。一回ここはステイですね。いいですね。まあ、ダックプリか、ハンターで守られる。アイゴレがないとカウンターが怖い。まあ、ホグ飛ばすだけ一発入りますからね。一旦飛ばしましょうか。飛ばして、一発！よいしょ！はい、これが強い。で、ここは守りたいですね。大砲も構えつつ、ISP でタゲを取りつつ、待って、お前タゲ、ここで一旦ちょっと飛ばしてあげて、このホグに対応してくるダクプリを、さっき防衛で使ったマスキが残ってそのまま対応してくれるってやつですね。で、多分タルババを使ってくるので、いい感じにウッドで、このタルを剥がしたいですね。よし。あ、これホグ飛ばせね。ホグ飛ばせねえかと。あ、でも言うてうざそう。まあまあ。で、逆サイは、ウッドで終わらせますね。大砲ウッドで終わらせるんで、右側にブッパ来るかな。よいしょ。さあ、右多めに来る。で、なんならここで、ファイブを使ったので、アイゴルホグで攻めて、ハンターが来るので、ウッドもつけてあげて、ダックプリ。ああ、いい！縦剥がれる。なんならファイブ打ちも。いや、めっちゃいい。なんか相性いいな。相性いいと結構なんか、楽にって言ったらあれですけど、ちょっと勝ちやすいですねとか言ってワンチャン負けたらどうしよう。これここにウッドをして、よし、いいですね。おい、さあ5圏内ですね。グッドゲーム。え、待って、26楽しいな。もっと上手くなりたいですね。はい、上手くなったら何でも勝てちゃいそうですもんね。なんかこうスケとかアイスピとか、こう細かいのがね、完璧に、もっともっと細かいの上手くなりたいな、本当に。さあ、というわけで3連勝中ですね。よろしくと。スパーキーラブ。うわー、ラバー。スパーキーかー。まあ、ちょっと神防衛見せてきたいですね。で、ここはまあ、一旦マスケから落ち着いてね。マスケヒースピー。え、でも結構真面目にスパーキーだと思いますね。さあ、ここは、スケで延命します。スケで延命してからの、まあ、一旦ホグ飛ばすよねっていう、そりゃ。うん、まあ、それはそうなりますよね。で、この大砲置いちゃって、ここで溶かします。OKOKOK。で、マスケスケで、え、ちょっと待って、話が違う。で、アイゴラも出しつつ、ファイブ間に合わねえな、これ。あ、これ、行って、ちょっと待って、うわー、大砲レベル12がここに来て響いたか。今のね、殴んないでしょ、普通。ちょっと待って。今のね、怪しいな。まあでも、相手が、
や、ファイボだったな。ファイボなかったらな、ザップレイジとかだったら、この395守れたと思うんですけど、こっからこの3000を削るのが非常に難しいですね。まあ、一旦マスク合わせて防衛からね、逆サイ攻めてもカウンター両サイ来て多分2個取られるとかなっちゃうので、一回マスク合わせからの、ウッディ。あれ、ウッド当たってね。まあまあまあ。言うてこれは止まりますね。よいしょ。いや、悪くはないですね。悪くはないが、よくはもうない。で、ここでスパーギー来ねえかな。ホグマスクとかで一気に攻めちゃいたいな。マスクホグだ。来た。ほい。来た。で、ウッド。ザップ。いやー頑張ってんすけどね、僕も。これ、あ、待って、いけ。おい、危ない。危ない、危ない。このダメージダメですね。で。さあ、ウッドでノックバックしつつ。いや、耐えれるんですけど、攻めが。うわ、持ってねえな、あの、最初の、ちょっと痛かったやつ。いや、でワンチャル、マジでワンチャル。え、待って、相手寝たくね、え、悪くね、待って、しかも、え、待って、待って、勝った、勝った、勝った。ええ、なんで勝ったんだけどさ、え、勝ったんだけど、勝ってなくない、あれ、なんかラッキーでしたね。最後、ファイボザップじゃ多分相手落とせなかったんですよ。そう、ファイボ、2周で落とせるのに、なんか、ね、あれラッキーですね。まあ、こういうこともね、あるんで、やっぱこう、一本折られたり、まあ折られそうなとこでも、やっぱ諦めないってことがね、まあ大事になりますよ、というところで今日26使ったんですけど、まあ26、やっぱ人気ですよね。こう、やっぱ組みやすいですし、ウルトラとかもないんで、ウッドか、だけとかなので、結構おすすめデッキですね。こう、ずっと使えるね。まあ、デッキっていうところで、ぜひ皆さんもね、こう、細かいね、ホグデッキとか、こう、いろいろね、練習してみてください。というわけで、今日はね、終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。